皆さんこんにちは、おはようございます。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。今朝もね、喋りたいことがたくさんあるんですけれども、まずはいつもね、情報通のユーカリンから、2週目にして1位カテさん、5曲目の1位ですということで、 J-WAVE 東京 HOT 100 でなんと藤井風さんの花が1位になったということなんですね。そして恒例のクリス・ペプラさんが書いた風さん、こちらになります。これまた風さんちょっと真似したような写真載せてくれるかな、楽しみですけれどもね。すごいね、風くんおめでとうございます。そしてもう報告受けてるかもですが、風さん、矢上純子さんも虜にしてますよということでね、これはね、テリーさんからも、矢上純子って懐かしい時代ですよねということでね、同じものが送られてきたんですけれども、矢上純子さんのミュージックタウン RKB ラジオ、これは昨日付10月29日付で矢上さんがおっしゃっていたことだそうなんですけどね、音楽を仕事にしているので、人の曲を聴くと、私だったらこうするなとか、私だったらこう歌うのになとか、いろいろ注文ができてしまって結構ぐったりしてしまうけど、最近そういうのを全て取り払ってくれるアーティストに出会ったんです。日本人のアーティスト、藤井風くんと言います。藤井風くんの歌を聴いていると、何にも考えないでただ楽しめるということに気がつきました。藤井風くん、どうもありがとうと言いつつ、私が少し前に好きだったサチモスともつながっていて、一緒に音作りをしていたりっていうことも聞くんですけどね、藤井風くんだったら私はずっと愛し続けていけるんじゃないかと思いますけども、とにかくメロディーが想像するところに行かないのがずっと続くっていうね。なので大好きです。藤井風くんの作品をお送りしたいと思います。花ってちょっとめっちゃ大絶賛じゃないですか。これすっごいですね。この前はアン・ルイスさんのこともご紹介させていただきましたけども、次は矢上純子さんっていう大御所ですよ。すごいね、次々と風くん虜にしてますね。嬉しいですね。そしてね、先日ね、アン・ルイスさんをご紹介させていただいたこちらの動画の中で、これもゆかりんからご紹介いただいたんですけどもね、こちらの動画もおすすめしたんですね。こちらはホリプロパラピレンさんが風さんのことを絶賛している動画なんですけどもね、そしたらなんとホリプロパラピレンさんご自身からコメントをいただいてしまいました。はじめまして、エミさん、ホリプロパラピレンと申します。この度は我がチャンネルの動画、2023年秋は藤井風花に首竹をご紹介いただきありがとうございます。視聴者さんのコメントで、こちらで紹介されていますと先ほど知りました。再生数が急激に伸び、改めて藤井風効果に驚いておりましたが、こちらで紹介されていたこともその要因でしょうね。過去最高のいいね評価、そして何より寄せられたコメントの熱量が、彼の人柄、音楽性を物語っていると実感しました。ますますのご発展を日本よりお祈り申し上げますではということでね、ご丁寧にね、そして私もね、わー、ご丁寧にコメントをいただきありがとうございます。こちらのコメントも皆さんにご紹介させていただきますね。ますますのご発展をロサンゼルスよりお祈り申し上げますというふうにね、返させていただいたんですけども、この私の動画を紹介しているコメントがあったということなんで、見てみたらね、今朝有名な風 YouTuber さんがポリプロパラピレンさんを動画中で紹介されてました。とても褒められてましたよということで、私のリンクがね貼られていてね、私有名な風 YouTuber さんなのかしらと思って、ちょっと嬉しかったんですけれども、はい、いやー、本当ご丁寧にねコメントいただいてありがとうございます。もう本当いい人多いですね、風さんファンね。そして昨日はね、こちらの動画を出させていただいて、そしてね、サムネにはこの風くんの南南賞3周年おめでとうっていうのを書いたんだけど、動画内では喋ってなかったんですけれども、のりんさんから、こんばんは、えみさん、ワクワク様です。今日10月29日は2020風さんの南南賞 in 武道館から3年目の日でしたね。私も漏れなく武道館ブルーレイを見て過ごしました。その冒頭、拍手の中で始まるちびまる子ちゃんのイントロで、風さんが何やら英語で MC されてますね。今更ですが、カバーではこの部分はなく、多分ライブに来てくれた方へのメッセージだったのでしょうか。何と言ってるのか知りたくなりました。以前に翻訳されていたら、その動画を教えていただきたいです。
その部分の翻訳よろしくお願いします。もちろんエミさんが武道館ブルーレイお持ちならのことですが、ということなんですけどね、もちろん持っております。これは私感動してね、妹に誕生日プレゼントにあげてこちらの動画を出したぐらいですけど、妹も大感激しておりましたが、そして今日私も久しぶりにね、おかげさまで見ましたよ。そしてね、英訳したらもう感動しちゃった。私もここね、よくね聞こえなくて、実はちびまる子ちゃんを歌う前ね、歌いながらこうなんか言ってるんですよね、英語でね。そして息子に聞いてもらって分かりました。はい、英語で、ああ How I give you all my soul and need you to play the show I surrender my all って言ってるんですね。で、最初のああ How I give you all my soul って言ってるのは、どうやって私のすべての魂をあなたにあげましょうか。そして次に And need you to play the show、 そして私はあなたにこのショーを演じてほしいって言ってるんですね。だからこれは神様にお願いしているということなんですよ。このショーをあなたがやってくださいというふうに。そして最後に I surrender my all って言ってて、 surrender っていうのは、例えば戦争だったら降参するとか、私のすべてを捧げるというような意味なんですけども、だから私はあなたに私のすべてを捧げますというふうに、だからあなたに任せますということなんですよね。これ風さんがいつも言ってることですよね。なんかこう、何でも歌でもショーでもライブでもそうですけど、風さんはなんかこう上から神様がやってるのを自分の体を通してやっているというような感覚、なんか祈りのような言葉だと思いましたね。いや、これ私訳しながらね、もう感動してしまった。そしてそれを英語で言ってるところがね、まあ、日本語で言うとちょっと重い感じがするからなのかな、わかんないけど、本当に祈りのようなね、最初のこう 歌というか英語でのね MC だなと思いましたね。いや、ノリンさんありがとう、おかげで私も分かりました。そしてなんか風さんこれね言いながら、ちょっと上向いたりとか、ちょっと目を閉じたりとかしてるんでね、なるほどなと思ったんですけど、そしてアダルトちびまる子ちゃんを歌って、クロストゥーを歌った後にまた英語の MC ね、風さんもう全部日本人の観客だと思うんだけど、英語の MC なんですよね。で、この MC では Hello, this is 藤風、Thank you so much for coming to my show and watch me perform at this very traditional hall called Budokan. I like to dedicate this show to God and all of us to make us feel better, happier, inspired, and even purified. And today is gonna be a very special day for me and you, I believe.って言ってますけどもって言ってるんだけども、ここでもやっぱりこの賞をあなた神様に捧げます、そして私たちに捧げますというようなことを言ってるんですね。だけどもその後の日本語では、藤井風と申します、今日はほんま大変な中足を運んでくださってありがとうございますって言った後に、舞台装置が回る話に行ってるんで、そういう神様の話とかはしてないんでね、やっぱりこの英語の方がもっとそういうようなことをたくさん言ってるんだなというふうには思いましたね。やっぱりね、これコロナ禍でもう誰もダイブをしていない中での挑戦だったじゃないですか。だからやっぱり本当にそういう覚悟というかね、まあ、祈るような、本当にそういう神様助けてくださいっていう、お任せしますっていう思いがあったんじゃないかなと思いますね。のりんさん、素敵な質問ありがとうございました。そしてその他のコメントも少しご紹介させていただきますね。オディール29さん、エミさんこんにちは。昨日花の写真を送らせていただいたオディール29です。一番好きな花企画に載せていただけたらと思っていましたら、私のメッセージまで読んでくださってびっくり、そしてとても感激いたしました。ありがとうございます。エミさんが編集されたこの企画の発表を楽しみにしております。エミさんの配信では風くんのお話だけでなく不思議体験のお話も大好きで、以前より楽しませていただいておりました。実は私もいくつかの不思議体験があって、どういうことなのか自分でもわからないままなので、どこかでお話しさせていただきたいと思っております。その時はお付き合いいただけたら幸いです。それではエミさん、
ご家族の皆様、そしてこのガーデンにいらっしゃいます皆様が幸せでありますようにって、めっちゃ嬉しい。私の不思議体験のお話を楽しんでくださっている方がいらっしゃるとは。ぜひ聞かせてください。めっちゃ聞きたいです。いつでもいいです。コメント欄でよろしくお願いします。そして加藤瑞恵さん、恵美さん、いつも温かい配信をありがとうございます。私にとって恵美さんのチャンネルは心を整えるありどころとして、恵美さんはもちろんのこと、風さんや皆さんとつながれている感じが、一人だけど一人じゃない、まさに風さんの歌や一番好きな花のドラマのテーマの一つと同じで、とてもありがたく大切な場所です。嬉しいです。今回のお花企画でもピアノを弾いてくださる方々や、たくさんの風民さんに寄り添われ、さらには写真も送れない私がコメントしたレンゲソウまで、他の方へ写真募集してくださる心配りには感謝しかありません。レンゲソウは入ってなくても構いませんので、ご無理をなさらず、エミさんの思いのこもった配信を楽しみにしていますということだね。いや、私ね、私はね、見たいんですよ、そのレンゲソウの写真。白いのはあるんだけどね、ピンクのはこの辺ないんですよね。まあでも、まあなくてもね、文章だけでもご紹介させていただきますね。ありがとうございます。そしてサトリンさん、エミさん、こんにちは。ピアデンさん、ショート動画によく上がってきていて、以前からすごい方がいるなぁと思っていました。今回参加されるなんてすごいと思います。楽しみにしてますねって、本当そうですよね。ありがとうございます。そしてキラキラウサギさんもね、エミさん、一番好きな花ご覧になれてよかったです。聞きながら、かわす術を駆使していて、キュンとなります。ピアデンさん、おすすめに出てきたので見てみました。一体どうなっちゃってるのかな、不思議です。発想がすごいですね。音が鳴れば何でも楽器なんですねって、ほんとすごいよね。電卓を楽器にしようとするその発想が素晴らしすぎます。そしてラララララさん、エミさん、一番好きな花見れたんですね。エミさんの旦那様、サプライズ素敵ですね。笑顔になる私できたってね、もう他人の喜びを喜べるラララララさん、素敵です。ありがとうございます。そしてチャムさん、ご主人が帰ってこられたのですね。カントリーミュージシャン時代の CD の話覚えてますよ、楽しみって。私すっかり忘れた、その話。そう、風くんのね、ウォーキンハードを聞いて、私の夫も CD 出してるんですけどもね、ハードウォーキングウォーマンっていうね、歌を作ってたんで、これちょっとお披露目しようかなって話してましたね。ちょっと聞いてみますね。ありがとうございます。そして由美子さん、恵美さん、こんにちは。一番好きな花見られたんですね、よかったです。ご主人様帰ってこられたんですね、嬉しいですね。コメントを読んでくださってありがとうございます。一昨日からやっと前に録画したドラマをブルーレイディスクから DVD ディスクに入れる作業をしておりましたって、これどういうこと。いや、私ね、今回いただいたのがブルーレイのDVD をいただいたんだけども、見れなかったんですよ、私の DVD、 ブルーレイプレイヤーで。でも以前ゆかりんがオフ会の DVD 作ってくれたの、あれ見れるんですよね。何、ブルーレイから DVD ディスクに入れる作業、これ何か理由があるんですかね。ちょっとなんか興味ありまして、私の好きなことはやはりこういうことなんだなと改めて思いました。好きなことは苦にはなりませんね。コメント遅くなってすみませんでした。一番好きな花企画楽しみにさせていただきます。皆様ご自愛くださいね、ということでね、ありがとうございます。いや、その他にもね、たくさんブルーレイにねしてくださったのがたくさんあるからね、見れないの本当残念なんですよね。なんか方法ないかなと思うんですけどね、もし由美子さん知ってたら教えてください。そしてガーナプリアさん、恵美さん、皆さんこんばんは。五郎さんもいろいろ乗り越えながら活躍されてますね、すごいな。何らかで風くんともいつかつながるならば、お二人の対談など聞いてみたいです。五郎さんも穏やかながら、風くんもまったり自由体なので波長が合うかなと思いました。チャムさんの企画に便乗させていただきまして、私の好きな花はボタンです。これといったエピソードはなく、写真も送れずにすいませんが、子供の頃、季節になると近隣や親戚、同級生のお宅でよく目にし、綺麗で立ち止まって見ていて馴染み深い花だったという記憶からです。私もそうでしたね。小高い山々に囲まれた里省庁より小さい寒村が故郷なのですが、当時の地域的な栽培ブームで丁寧に育てておられたんだろうなぁと大人になってから思います。葉っぱの形も可愛いと思います。とはいえ、四季折々魅了される花は
たくさんありますよね。ということでね、いやボタンいいですよね。どなたかお写真もし持ってる方がいらっしゃいましたらぜひ送ってください。ありがとうございます。そして匿名希望です。エミさんこんにちは。私は好きな花たくさんありますが、チューリップやらアジサイやら、もちろんひまわりやらフリージアなど、一番は愛らしいコスモスかな。エミさんいつも配信どうもありがとう。これからもお体大切にお元気でいてくださいね。ということでね、ありがとうございます。なんかね、皆様のね受け取りながらね、とっても感激してるのは、皆さんこう好きな花固まるかなと思ったらね、結構バラバラなんですよね、というのがねびっくりしてるところですね。でもそれもまた素敵だなと思いましたね。そしてその他にもね、お写真やメッセージ受け取っております。コロリンコさん、エミさんいつもありがとうございます。私の一番好きな花は都忘れです。お花の姿、色もそうですし、花言葉がしばしの憩いとあり、保健室にぴったりと心密かに思ってました。以前保健室の先生でした。印刷物にいつも都忘れのイラストを入れてました。お葬式にもぜひ飾ってほしいと思うのですが、時期が限られているので難しいかな。家の庭の画像ですが、もっとアップで撮っておけばよかったですね。ということでね、こちらのお写真を送っていただきました。可愛いお花ですね。保健室の先生だったんですね。ありがとうございます。そしてマキさん、エミさんおはようございます。早朝にすいません。いつも愛のあふれる配信をありがとうございます。まだ間に合うようでしたら一番好きな花企画に参加させてください。私の一番好きな花はタンポポです。生まれるとすぐに潰れてしまうのに、いつの間にかまた立ち上がってお日様を映したような花を咲かせるタンポポ。下を向いている人にそっと微笑みかけるようなタンポポが大好きです。辛い時、苦しい時に雑草魂を合言葉に生きてきたので、目標のような仲間のような感覚もあります。この時期はあまり咲いていませんが、近所の道端で発見したので撮ってみました。よろしくお願いします。霞草とラベンダーの写真一緒に写っていますが、がありました。いかがでしょうか。どんなことにも誰にでもまっすぐに向き合うエミさんの姿勢、正直さ、優しさをとても尊敬しています。そしていろいろな経験をされた皆さんの思いをシェアしてくださるこのチャンネルというのでしょうか、が大好きです。サイレントですが、いつもうなずいたり笑ったり泣いたりしながら拝見しています。これからも楽しみにしています。ということでね、こちらの写真を、ね、送ってくださいました。嬉しいです。そういう風に言っていただいてね、もうね、私もね泣いてますけどね、本当にね正直に皆様と向き合ってるつもりです。ありがとうございます。そしてエミさん、はじめまして、よしこと申します。エミさんの優しいお声と内容にいつも楽しく、時には感動したり癒されたり学んだりしております。いろいろな素敵な企画もありがとうございます。いつも感動してしまいます。今回は一番好きな花ということで初めて参加してみようと思いました。一番好きな花って何だろうと考えていましたが、全部好きでなかなか決められませんでした。3年前に畑を始めてから、生物の生命力のすごさに驚き、なんだか全てが愛おしくなっています。雑草にも元気だねと声をかけてしまいます。小さな雑草に小さな花が咲いているととても可愛いんですよ。なんかわかるような気がしますね、これ。そんなことを考えていたら、子供の頃その辺でよく見かけたねじり花のことを思い出しました。ねじりながら咲く小さなピンクの花が可愛くて大好きでした。最近はもうずっと見かけていません。ねじり花に会いたいなと思いました。ということで、今一番好きな花、会いたい花はねじり花です。見かけていないので写真はありません。このメールをエミさんに読んでいただけることで参加したということになりますね。皆さんの一番好きな花の配信、とても楽しみにしております。ご存知かと思いますが、ねじり花はこのような花です。ということでね、こちらがねじり花ね、なんか見たことあるような感じがしますね。ありがとうございます。そしてインドネシア在住のユキさん、エミさんこんばんは。一番好きな花企画に参加させていただきたいと思い、一番好きな花を決められなかったので、最近カンボジアに行った時に撮影したお花を送ります。ハスです。教えてもらいながら、ハスのつぼみの
花びらを折りたたんでいったら華やかになりました。ハスの花は色も形もそのままの佇まいも素敵なのですが、このようにアレンジすることもできて、いろいろな姿を楽しませてもらっているなと思います。ということでね、こちらのお写真を送っていただいたんですよ。こんなアレンジができるんですね。ほんと素敵ですね。そしてご参考までに、こちらがつぼみですが、ぷっくりした形が綺麗で可愛いです。ということでね、こちらのつぼみほんと可愛いですね。そしてこちらもシェアさせてもらいたいのです。送りますね。でも名前が分かりません。もしかしたら抱樸かなと思うのですが、日の光をたっぷり浴びて、たくさんの緑の葉を茂らせ、黒くなった豆も緑の豆もぶら下げて、いろいろごっちゃ混ぜで生き生きとした姿に元気をもらいました。ということでね、こちらのお写真も送ってくださったんですけど、本当だ、なんか黒とか緑のねお豆さんもぶら下げておりますね。そしてこちらはおまけで、お花の形のお菓子です。エミさんの影響で思わずひまわりを選びました。ココナッツ味でもちもちした食感、いや私大好物そうもちもち好きなので美味しくいただきました。私ももちもち大好きです。締め切りギリギリになってしまって、セーフかアウトかわからないのですが、企画に参加できなくてもお花のことを考える時間が持てただけでも良かったと思えています。ありがとうございます。ということでね、セーフでございます。これね、いやぜひ食べてみたいな、いつかココナッツともちもち感覚、私の大好物です。ありがとうございます。そしてのんのさん、えみさんお久しぶりです。いつも配信は楽しく拝聴しています。長い間コメントをしていなかったのでずっと迷っていましたが、とても素敵なチャムさんの企画、思い直して参加させていただきたいと思い、こんなギリギリになってしまいました。あのコメントしてなくても全然参加してもいいですからね。私なんてあの他の動画にコメントなんてめったにしませんから。はい、遅すぎたのなら気にせず締め切っていただいても大丈夫ですので、私の送るのが遅かったのですが大丈夫です、間に合ってます。私の好きな花は美しい藤色のアガパンサスです。アガパンサスはギリシャのアガペとアンサスが組み合わさったもので、アガペは無償の愛を、アンサスは花を指すことにちなむそうです。本当に最後の最後になって申し訳ないですもし間に合うでもでしたらお手数ですがよろしくお願いします。ということでね、いや全然余裕で間に合ってますよ。ありがとうございます。そしてこちらのお花ね、私よく見かけますね、この辺でもね。素敵なお花ですよね。そういう意味があったんですね。ありがとうございます。そしてね、昨日は満月でしたよね。なのでこちらロサンゼルスのね満月で終わりにしたいと思うんですけど、実は私ね、その前の日息子をね学校にね朝の5時ちょっと過ぎぐらいに送って行って、まだ暗かったんでね、お月様が見えてそれがめっちゃ綺麗だったんですよ。これなんですけども、で満月かと思って写真撮ったんだけども、これは満月の前の日でしたね。でもめっちゃ綺麗だったんで、これも皆様にお裾分けしたいと思います。ということで、なんか神秘的じゃないですか、これ素敵ですよね。ということで今日も皆様にとって素敵な一日になりますように。Have a wonderful day, everybody. エミでした。ではまた。